京株式市場2月8日午前の取引が終了しました。日経平均は昨日の終値に比べて35円21銭安い 18,875 円57銭と2日続落となっています。ニューヨークの株式市場がダウ工業株30種平均で、取引時間中の最高値を更新するという、堅調な展開となったこと、あるいは為替のマーケットで、ドル円が112円台に再び戻ってきたこと等を受けて、朝方は買い優勢でスタートしました。そして10時14分に日経平均 18,984円と1万9000円にもう少しという水準まで迫りましたが、そこから中国人民銀行が人民元レートの基準値を約1ヶ月ぶりの水準に引き下げたという発表があったことなどをきっかけに、再びドルが売られて円が買われるとやや円高気味の推移となったこともありまして、株式市場でも売り物がやや優勢になってきまして、結局は全引けマイナスの水準での終わりとなっています。トピックスもマイナス 1.69 1514.46、 JPX400 もマイナス 4.28 の 13586.12 と3指数ともにマイナスとなっています。東証一部の売買代金は9247億円と1兆円割れ水準、また値上がり銘柄が819に対して値下がり銘柄が996と、半数近い銘柄が値下がりしているというそんな状況になっています。主力銘柄、売買代金の多い中心銘柄の動きを見ましても、上位10銘柄のうち値上がりしているのは2銘柄だけです。昨日引け跡に17年12月期の決算発表を行いました。5201朝日ガラス、これが久々に900円台回復まで70円高という形で急伸して終わっています。発表されました決算が営業利益1000トンで50億円、前期比 9% 増の見通しという今期の見通しを発表しています。これはマーケットのアナリスト予想を上回るサプライズの決算予想ということでマーケットがで交換されていました。また自社株買い1500万株を発表したことも株価の人気にさらに拍車をかけたということでしょうか。また JT もプラスになっていましたが、こちらは昨日急落して年初来安値を更新した反動というそんなような見方がされていました。あと任天堂、ソフトバンク、トヨタといった主力銘柄は揃ってマイナスの終わりとなっています。以上、全引け後の状況を東証アローズからお送りいたしました。